地域の方、確かに、サバ？はい、ということでですね、ワンワンと東署です。あれ、雨よ？うん、合うはず。OBGC の第4戦、にやってきました。これから、全ヒート撮影して、やっていきますので、よろしくお願いします。開会式終わりまして、これから、第1シートの準備にかかります。あの鳥の足が見えるの？俺は鳥どこにあるの？あ、いるな。おー、これ竹に行ったら鳥が多い。これ外すと、ここまで、ちょっと雨が降ったら、ちょっと
がしよう。ネジの締め合わせなんだと思って。ちょっとだけ、はい、ちょっとだけ聞こえにくい。コードウェルクラスから始めます。白高間選手、黒中山選手、赤平野選手、青が竹ちゃん、黄色が後ろ選手。はい、以上5点です。エンジンスタート。それで手のついてる方、あの玉石の下の方へ、まあ、3人ぐらいでいいと思いますが、出走の、手伝いをお願いいたします。それではエンジンスタート。今1ヒート終わったんですけども、1周目の3マークで止まってしまいました。ちょっと絞りすぎたかなっていう感じなんで、ニードル再調整して、チルと1ミリか 1.5 ミリぐらい上げて、2ヒートに臨みたいと思います。
はい、ということでですね、第2ヒートなんとか完走しまして、2着ですね、 2点しか完走してないんで、もうのらりくらり完走しただけです。なんとか2着確保しました。残り3ヒート4ヒートも、基本も完走狙いでやっていきたいと思います。はい、ということでですね、今3ヒート終わりまして、お昼休みです。で、受付時にお弁当も注文できるので、そのお弁当今届きました。これからいただきます。まあ、1ヒートスタートのみ、2ヒートが2着で、3ヒートが待機中にエンジンストップ、残り1ヒートなんですけども、なんとか完走したいですね。はい、ということでですね、4ヒート全部終了しました。で、4ヒート目は完走はしたんですけど、最下位ですね。今本部行って、結果も見てきたんですけど、コードウェルクラス5艇の中の最下位でした。まあ、次頑張りますとしか言いようがないんですけども。はい、それでは、モデルハイクラス、そんな感じです。森本選手、太田選手、本日の職員発表をやります。本部の前に集まってください。本部の前に集まってください。選手皆さん集まってください。はい、成績発表あります。ヘルメットは今の勉強としてはね、うん、それで歩くことよりうまそれコートコート高田さん、高田さん上がってきて発表やるで。はい、それではお疲れ様でした。4ラウンド無事に終わりました。成績発表の前に、今日、まあ、初めての大会で、まあ、朝から朝までになったんですけど、今日やってみて、ここはこうした方がいいなとか、コースはこうした方がいいなとか、まあ、なんかのグループラインでも何でも結構ですので、ご意見、まあ、そのままの、叶うかどうかはちょっとまた皆さんと協議してってことになると思いますけど、ご意見を伺って、それで少しでもね、みんなが楽しめる大会にしたいと思います。
ご意見。